キャラ見えるけど顔が見えねえ。あ、見えた、すげえ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 。はい、どうもこちら魚です。ピクセルガン、どういう言い方がいい？ピクセルガンふざけすぎだろ。というわけでね、今回はなんだっけ、スキンをね作っていこうかなと思います。スキンをね、作り方わかんなくてさ、コメント見たら作り方書いてあったから、助かったんですよね。どれだ、ウェアのこれか、スキン。これなんか50コインだか払うと買えるというね、そう、買えるじゃないや、作れるという。フロント、これ顔か、すごいなんかのんきな。え、色どうした？黒を選んだよな。来た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 、なんとなく描いてけばいいんだよ。こういうのは速攻でこんなん描けるから、自分の顔くらい速攻なんだよ。なんか違うな、なんか違う、こうでこうで、こうか。あ？でも答え見よう、答え見よう。画面出すか。これね。これ分かりやすいな。だから、肌の色を、この辺かな？これで、こう来て、目の位置逆やん。こうしょ？あ、楽しい。なんか、目ずれてたな、今。ねえ、目ずれてる、目ずれてるバージョン結構可愛いな。偽物、偽魚。偽魚いいやん。こうして、これ書きやすいね、やりやすいじゃん。でこう来てこう来て、消しゴムツールでポン。そしたらなんか配信画面で見るとさ、口の色なんか黒くないんだけど、なんだこれ、色合いがおかしいな。気にしないでね、一応僕の見た目では黒になってるから。赤をいじっていく、黒っぽい赤でこの辺。あ、何これ、消しゴムツールです。こう来て割といいね。そしたら、あ、いいんじゃない、変更セーブ、はい。おう、スキンの画像。荒いな、スキンの画像ってちっちゃいからさ、すげえ荒いんだけど、なんとなくでまあ作ってくか。頭剥げ上がってる部分はまあいいか、適当で。適当でいこう。トップがまあ全部黒。よーし。なんかもしかしてさ、これ黒ってよう見たら違う黒だったりするのかな？取り消しじゃないよ。ちょっと。あ、バケツってあるな、バケツっていうやつ。これで、これの黒変えてくか。なんか色、青っぽかったんだよね、これ。黒が。黒っぽく変えといて。よし。耳あるんだね、一応ね。俺耳あるんだ。こう？こうかな？すいません、ちょっとこの画面に見えてないんですけど、ちょっと違うツールで、いつもサムネとか作ってるやつで、ちょっとスキン確認してます。ちょっと分かりづらかったんで、スキンの画像が荒くてね。こう来て、で、なんか黄色っぽい。なんか色がちょいちょい違うな。ちょいちょい違う。もう耳黄色でいいか？耳黄色で。こう来て、なんか耳腐ってないか、これ。耳腐ってるぞ。こうしよう、こうしよう。これで、ちょっとアレンジ加えていこう。なんか違うな。違うな、これは。なんか違う。で、スポイトツールで、耳なしでいこう。耳なしで。すげえ雑にやっていこう。ちょっとこれ申し訳ないけど、これこだわってたらマジ終わんねえから。ね、ピクセルガン仕様ということで。3個。なんか、でもこれあれだな。この刈り上げくんに関してはちょっとちゃんとやらないと、なんか痛い目を見そう。で、黒がちょっと違うな。ここ、こう来てこうか。こうだな。こう来てんだ。まあ、こうしよっか。ね。これで、刈り上げくんはまあちょっと手抜きでいきたいです。そして反対側。反対側も黒にして、こう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 で耳が来て、耳をつけて、消しゴムツール。こうやって、まあ塗っていって、で、刈り上げくんと。耳の色が絶妙に違うな。
まあいいか。あと僕的にね、このね、この上にちょっとハゲ部分があるんだけど、これ欲しい。ライトが刺さってる。そういうこと。戻るはこれ、多分裏側だよね。バックってことだよね。バック。ね、翻訳。なんとなくの翻訳の気持ち。翻訳の気持ちでやっていくと。これは4マス黒で。そしたら、刈り上げくん。刈り上げくんをつけていく。割となんか微妙やな、この単色になると。あー、チャーチやチャチャチャ。よしよしよし。うん。ボトムさんは首だね、首。首はもう全肌色。全肌色だけど、なんか真ん中なんか十字みたいな黄色あった気がするな。こんなんじゃない？ね。さあ、フロント。これ対象って何？裏側ってこと？裏側に行くってこと？とりあえず一旦、あ、何これ対象ってそういうことなの？対象ってそういうこと？そういうことなのね。もうちょい明るめ。これでいくか。いいんじゃない？ぽい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 。ぽいぽいぽい、ピー。ぽい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 、ピー。首元がちょっと色濡れてて、そしたらお魚さんを描いていく前に消しゴムツールで白を入れていきます。ここ、ここ、ここかな？操作が下手でござる。こう来て、お魚のポイント。ちょっと色変えていこうか。なんか色使い難しいな。不安は募るばかりですけども、明るい未来が待っている。そんな気がしていますよ、僕は。お目目を入れて、こことここ。で、ちょっと明るくして、ここにもう一個入ると。はい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 。いいじゃないですか。緑色を取り出して、濃い緑色の部分につけていきます。こうして、次は明るい緑を取って、グラデーションを加えていきます。こうですね。草はどんどん上に行くほど明るくなるので、どんどん明るい緑にしていきます。こうして、ここであるとか、ここであるとか、細かいグラデーションはね、あまり気にしなくていいです。気にしすぎるとね、終わらないんでね、こういうのはね。ほら、簡単でしょ？どうだ？なあ、これコピーされて2個ついちゃうな、ポケットが。まあいいか。セーブ。スキン名、魚と。確定。おお、できた、すげえ。おお、すげえ。やべ、できた。やば。これ何でも作れるやん。20分もかかっちゃった。じゃあ、というわけで、なんか三人称のルールやっていきましょうか。ただこのバトロワのルールがね、三人称っぽいんで、これやっていきましょう。お、すげえ。まんまやん。丸パクリ。丸パクリやな。お、来た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 。すげえ。これフリールックがないんだ。なあ、これどっちかというとフォートナイトに近いのかな、この感じは。キャラ見えるけど、顔が見えねえ。あ、見えた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 。すげえ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 。離すとこれ直下で降りれんのかな、直下で降りていく。すごい、他のマップの使い回しの建物があるな、これ。ニュークタウンのさ、BO のニュークタウンのね。これ仲間？スクワットか、これ。アンチ向かおう。あ、なんか、やべ、銃持ちいる、銃持ちいる。お、なんか、すごい色のアーマーがあるぞ。あ、なんかある。銃だ、銃だ、銃だ。オッケーオッケー。これなんだろう。ちょ、一回撃ってみようか、これ。なんかこれ毒？グレランみたいな？お、倒した倒した。お、ダウンしてる。やった。わーい。なんかいるな。
勝て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 、よっしゃよっしゃよっしゃ、いいぞ。すげえ硬い、なんだこれ、ゾンビか。よっしゃよっしゃよっしゃ、倒した。ちょ、奥さん奥さん奥さん、あーやられちゃった、敵硬っ。じゃあというわけで今回はね、スキンを作ってみたという動画でした。あとなんかさ、クランを作った方がいいのかな、なんかクランわかんないんで、ちょっとわかんないんですけど、まあなんとなくやっていきます。ピクセルガンでした。バイバーイ。